小学3年生の頃のことです。私のクラスではその時クラスメートにあだ名をつけるのが流行ってました。しかし身体的特徴などを端的に揶揄するようなそのあだ名は多くのクラスメートを傷つけてもいました。その事態を重く見た当時の担任はある時、深刻な面持ちで教壇に立つと、一人の児童にビーカーに水を汲んでくるように頼みました。児童が水を汲んでくる間に10センチ四方の紙を生徒33人全員に配れと、名付けられて嫌だったあだ名をそこに記入するようにと言いました。あだ名の書かれたそれを回収すると、今から俺が全部食うと真面目に宣言し、一枚一枚あだ名を読み上げてはその紙を口に入れ、咀嚼、水で流し込み始めました。この場所では大人である先生が絶対、33人の児童の前でおえつ混じりに紙を食らう教師を誰も止めることはできませんでした。授業を1時間潰し、すべての紙を食べ終えた教師は、俺が全部食ったからもう悪いあだ名はなくなった、と赤くなった目で宣言しました。次の日からあだ名がなくなることはありませんでしたが、数週間後この教師は盲腸で入院しました。いや、いい話ですね、これもね。これ友達に見せたら、この教師のあだ名絶対ヤギになったでしょって言ってましたけど。ね、生徒思いのいい先生ですね。